さあレッドシグナルに注目です。2022強女カップ開幕戦、さあ今スタートしました。さあブラックアウト、ちょっとオナがホイールスピンか、そして猪爪アンナが行ったぞ、猪爪アンナ行きましたね。そして斎藤あゆみと荻原智美の間から1台来てます。さあどうだ、 PGR コーナーサイドバイサイド、さあこのホールショットをオナガが取りましたね。オナガが取りました。そして3番手に上がってきたのは誰だ、山本龍か。そして3番手争いが激しいですね。おーっと1台スピン、1台スピン、これは岩岡マリエでしょうか。このカラーリング、ちょっと斎藤あゆみが5番手に乗せるの。さあそしてアドバンコーナーの進入で1台スピン。さあ先頭集団にもう一回、目を戻しましょう。さあ現在先頭はダンロップコーナーから13コーナーにかけて第3セクターを登っていきます。山本龍が3番手に上がってます。さあ尾長美希、このまま逃げ切れるか、だいぶ後ろ離しましたね。そして、2番手に猪爪、山本、下野、斉藤、荻原、そして細川結香が上がってますね、はい、細川、そしてリナ伊藤も来てますよ、リナ伊藤も8番手、はい、さあそして3番手争い、下野龍がダンロップコーナーに飛び込む。さあ下野龍、山本龍を抜きました。山本龍を抜いて下野龍、これで3番手浮上、すごい。さあそして3番手争い、リンガーに振る下野、そしてその後ろスリップから山本龍が出る。さあ TGR コーナーのブレーキング、どうだサイドバイサイド並んだまま TGR コーナー、ここは下野が、いや外側から、外側から山本龍、でもまだ並んでますね、まだ並んだまま。さあサイドバイサイドでコカ・コーラコーナーに向かいます。今度はインガーが山本龍ですね。これは山本がコカ・コーラでいけるか、それとも下野がアウト側から行くのか、どうだ。立ち上がりは下野ですね、下野アウトから行きましたね。さあホームストレート、サイドバイサイド、斉藤あゆみがアウト側から行くぞ。さあ斉藤あゆみ上がれるか、山本龍インガはアウト側から斉藤あゆみブレーキングで行った。斉藤あゆみ4番手浮上、今井のブレーキ勢いよかったですね、勢いね。荻原智美が斉藤あゆみ、先頭の4位集団に荻原智美と永井歩が追いついてきました。これ4台面白いね、面白いですね。さあただね、尾長が速いですね。さあサイドバイサイドの2台、さあ山本龍が今度は前に出そうだぞ。斉藤あゆみのイン側から山本龍いきます。さあそしてその後ろの、6番手争いも荻原智美と永井歩です。いやなんか一周ごとに変わって面白い、面白いですね。さあこのやっぱり4番手争い熱いですね。うん、そうね。よっしゃ、さあダンロップコーナーのブレーキングインガーを、さあここはでも山本龍行かせません、詰まってます、詰まってます。さあ4台一緒になりました。さあ山本龍先頭、そしてそれでちょっとスペースが落ちてしまった荻原智美、アウト側から永井が行きます。さあこの4番手熱いですね。斉藤あゆみこれまたこの週行けそうですよ。さあ山本龍の後ろにぴったり、さあサイドバイサイドで1区 TGR コーナーのブレーキング、山本龍暴れる、アウト側から斉藤あゆみ、どうだ荻原智美、ここで永井あゆみちょっと抜かれちゃいましたね。ただその前4番手争いはサイドバイサイド、これで斉藤あゆみさらにインガーでコカ・コーラコーナーは取りそうか、山本龍寄せていく。さあ並んだままコカ・コーラコーナー、ここは斉藤あゆみ、すごいな。さあそしてその後ろ永井あゆみが来ます。2番手争いがじわ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 来てる、じわじわ下野が来てます。さあここに来て下野龍がベストタイム更新、2分1秒638、それに対して猪爪、おっと猪爪アンナのインガーにもういきなり顔を出したぞ下野龍、ブレーキングでいくのか、すごいですね、ブレーキ相当奥ですね。さあ荻原智美がいきます、荻原智美ダンロップコーナーでブレーキング、おっと横向いた、よく止まれました。今最後も最後に横向きましたねサイドブレーキを引いたかのようなブレーキングでしたが、さあ最後荻原智美これで6番手浮上です。さあちょっと下野龍をちょっと注目しましょう。ホームストレートやはり伸びますね、伸びます。さあ下野龍カーナンバー3047の車が伸びる。さあ TGR コーナーブレーキング横に出した、下野行きます、これはブレーキング前には周回遅れ、おお、うまくいきましたね。さあホームセットサイドバイサイド、さあ
TGR コーナーのブレーキに向けてイン側が猪爪、アウト側が下野。さあブレーキング勝負どうだ、下野アウトからいきますよ。下野がアウト側からしっかり飛び込んだ。さあそして並んだままこっち TGR コーナーを立ち上がります。これは上手ですね。これ下野次イン側ですからね。さあこれでコカ・コーラコーナーのブレーキでしっかり下野が飛び込めれば猪爪の前に出られそう。さあ下野ここで前出ましたね。前出た。さあ尾長は一人旅、後方ともう間もなく7秒差になりそう。さあ下野さっきと同じパターンだ。さあサイドバイサイドのまま TGR コーナーのブレーキング。ただ下野はここからブレーキで抜き返しましたからね。さあ今回はどうだ、下野行くのか、ブレーキでアウト側から行くか。やはり先ほど同様アウト側から下野だ。さあアウト側から下野行きます。さあということで残り周回1周半、尾長美希はついに2番手と8秒差まで広げました。さあこれ戻ってきますとファイナルラップに突入です。さあ猪爪アンナ先ほどと同じパターン、前行ったさあただ前に出た。ただここからブレーキでどうやらですね、下野亮後ろ背後で入り直す。さあ今度は下野イン側だ。さあイン側に飛び込む下野亮、ブレーキングでは猪爪アンナ、どうだどうだ、これは猪爪が行ったぞ。猪爪2番手浮上、どうだ、まだ並んでる、いやもう並んでないですね。さあ下野が一旦3番手に下がります。さあ下野亮3番手に乗せてしまった。猪爪アンナを抜くことできるのか。さあ下野亮、さあこのダンロップコーナー抑えられるか。失礼しました、下野ですね。さあインガー飛び込んだぞ、インガー飛び込んだ。サイドバイサイド並んだままダンロップコーナー立ち上がり、並んだまま並んだままダンロップ2つ目。さあまだ並んでる。さあどっちだどっちだ。さあ13コーナー向けて、これはさあどっちでしょう。下野ですね、下野が行きました。下野がこれで2番手を取り返す。ただ猪爪まだ分かりませんよ。先ほどストレートではもう出てすぐ並びましたからね。そうだね。さあ最終パナソニックに向けて2番手争いが熱い。さあしっかりどうだ、最終パナソニック。尾長はもう余裕で最終パナソニックを立ち上がる。いやこれ面白い。さあ最後のブレーキングではいかない、ストレートで猪爪はもう一度仕掛けられるのか。さあ戻ってきました、2022強女カップ開幕戦、尾長美希堂々たるぶっちぎりの優勝、おめでとうございます。さあそして2番手争いまだわからない。さあ横に出られるか、横に出られるか、横に出たぞ。さあ逃げ切れるか、逃げ切れるか、どうだ、下野亮逃げ切った。下野色爪その差 0.1 秒、すごい。そして、4番手に斎藤愛美、5番手に山本龍、6番手荻原智美、7番手永井愛夢となりました。いやー最後、いやいいレース、いいレースでしたね。さあちょっとお通りください。いろいろ話しました。それだけやっぱり台数がいると、そうですね、